どうもディズニー大好き上ちゃんです。今回はフロリダウォルトディズニーワールド50周年を記念して始まったナイトショーエンチャントメントを特集したいと思います。こちらのエンチャントメントというショーなんですけど、これどういったものかというと、マジックキングダムのシンボルシンデレラ城に映し出されるプロジェクションマッピングなんですよ。ディズニーのいろんな名シーンをね、ディズニーのいろんな僕たちをたくさん感動させてくれたあの名曲に合わせて映し出される。そしてそこに合わせて壮大な花火が上がるっていうね、もう一日の締めくくりには最高のショーなんですけども、これが先月から始まったということで、ちょっともうこれ早速ね見てみましょう。これどういったものか、ちょっとこれどうぞ。感動的だな。このもうギューッとしたね VTR ではあったけどもね、メインストリート USA のところにもね映像が映し出されて、あれもうどっから見ようかってもうほんとね行くたんびに迷うんですよ。そうもういろんなポイント変えてみたいぐらい、いやほんとすごかったな。最後ティンカーベル飛んでたね。もうあそこ絶対拍手喝采のポイントだからね。いやーもうこんな短い動画ですごいなと思うから、これにさらにねエンチャントメントのオリジナル曲が入ったりとかね、いろんなもっとディズニーの名シーンが入るわけですよ。これは生で見なきゃいけないってことなんですけど、今回ね上ちゃん TV ディズニーの公式さんからですね、このエンチャントメントに携わった2人のインタビューをね入手いたしましたので、ぜひ皆さんに見ていただきたい。では早速見ていただきましょう。こちらです。Disney Enchantment. What would I want people to take away from the show? I think, very simply, that truly the magic that we think is outside of us actually resides within us. If we can take a little bit of that, you know, along with us on our journey, this journey called life, I think that would be the best magic of all.When I got the call to be a part of the 50th anniversary of the Walt Disney World Resort, I was immediately humbled and then very much excited because I grew up with Disney and I just love everything about that. Disney magic means to me just beautiful, perfect, exciting, fun, laughter-filled childhood that just carries on into adulthood.You know, it speaks to the child in us. Very young to very mature. We all have just so much fun.
Disney Enchantment is the Magic Kingdom's brand new nighttime spectacular in honor of Walt Disney World's 50th anniversary celebration. Every great nighttime spectacular needs the voice. And we have it. We needed someone that was just magical, enchanting herself. And that's who we have, the amazing Angela Bassett. Disney Enchantment is the perfect ending to a day at the Magic Kingdom. It's 50 years in the making. And I hope that everyone takes away the heart of our story, that we all have a unique magic inside. And the secret to the magic of dreams come true, in fact, lies within you. はい、ということでね、以上なんですけどもね、この貴重なインタビューを上ちゃん TV で流せたっていう、本当幸せでございます。そしてこれをね、翻訳してくれた上ちゃん TV のスタッフに改めて感謝ですわ。ねえ。これも翻訳なかったら、もう、なんかちょっと嬉しそうに喋ってんなぐらいしか上ちゃんわかんないからね。あんだけこう細かく、本当にありがとうございます。いやー。まず最初のね、ナレーターのアンジェラさん。ねえ、最初、エンチャントメントの話来た時、震えたってさ。そりゃそうだよ。ディズニーのお仕事できるってもう最高や。慣れ、いい声されてましたね。アンジェラさん、本当に。ねえ。そしてあのショーを作ってるね、ディレクターさんのマークさんですよ。ねえ、彼女の声が必要だったって言ってましたけど、それぐらい魅力的なんでしょうね、アンジェラさん。そしてお二人が共通して言ってたのが、ね、このエンチャントメントから受け取ってほしいものは、魔法は外にあるんじゃない。内側にある。自分の中の内側にあるっていうことを言いたいっていうね。自分の内にある魔法を信じていれば夢が叶うっていうことを伝えたいって。もう素晴らしい。もう素晴らしい。なんだ。ね。それをショーを通してね、伝えてくれるディズニー。もう最高じゃないか。ね。気づかしてくれてるんですよ。もうこれ生で見たら泣いちゃうな、上ちゃん。うん。これでしょ?これ気になってるよね。この帽子ね。そう、これ。50周年の、これフロリダから取り寄せましたよ。ねえ。もうパワーアップですよ、上ちゃんも。もうこれ被って早く行きたいね、50周年。うん。18ヶ月やってるから、どっかで行きたいと思います。いやー、よかった。皆さん。ぜひとも行く機会ある人はこのエンチャントメント絶対見た方がいいですよ。以上です。また最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。